お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのこやこやメガナイトデッキというものを紹介していきたいなと思います。でこちらですね、マジで何年前だ、3年ぐらい前に世界大会準優勝されたミュージックマスターっていう方がねすごい愛用していたデッキだと思います。んー、その時とほぼ一緒だと思うんですけど、メガナイトどっか行っちゃった。ザップだったかタルババだったかとか、なんか微妙な細かい点は覚えてないんですけど、このねメガナイトムートホバリングこやこやデッキを、生み出したね、はい、ミュージックマスターデッキというデッキを今日はね紹介していければいいかなと思います。個人的に最近ずっと言ってるんですけど、ゴブゴヤがマジで強い。本当にコウモリが増えて、でとりあえずが置いとけば強いっていうので、マジでゴブゴヤ環境なんですよ。ゴブゴヤが強いならオーブも入れちゃえっていうね、っていうか小屋デッキ使っちゃえっていう感じで今日はねこの小屋デッキを使っていくんですけど、体育がね薄いです。コウモリホバー、小屋が2個あるとはいえ、コウモリホバだけなので、ファイボザップとかの相手だと、大変になってくるんですけど、相手がね、ホバリングにファイボを打ちました。ホバリングにポイズンを打ちました。そういった場合、小屋がね、残ってくると。で、小屋にね、相手が、めっちゃいいホバ。小屋に相手が、ファイボとかポイズン打ってこなかったら、ホバリングが生きるよねというようなデッキになってます。で、早速、ちょっとめんどくさいラバっぽいのを引いた気がしたんですけど、タルババだからラバじゃないか。ゴボウリホバなので、プリン一体どっから湧いてきたっていうような。で、プリン1枚によって相手のデッキがね、全然わかんなくなるっすね。これオリ。なんか、親衛隊ロイフグっぽい顔もしたんですけど、プリンセスがいるんでちょっと違いますね。で、これはね、メガナイトで楽に受けちゃっていいんじゃないでしょうかという感じですね。小屋を立てつつ、相手が攻めてきたり、なんかめっちゃ来たら、メガナイトで回収しようかなと。で、ファイボこれ打たれたら、てか、打たれるとは思うんですけど、コウモリ追加してあげてね。で、相手がタルババなので、このコウモリによってタワーをワンチャン一歩折れる可能性が出てきちゃいますね、というような感じのね、デッキです。コウモリが、いい味を出す時もあれば、なんて言うんですか、ここ最近だと LSP が結構ね、増えてきてるので、LSP 相手だと、コウモリ無能なので、相手が LSP を使ってからコウモリを出すとか、ちょっと細かい部分がね、大切になってくるかなと、思うんですけど、本当に小屋を置いとくだけ、で、相手が攻めてきたらメガナイトで回収。結構シンプルなデッキでございます。それでは、親衛隊ですね。そうそう、親衛隊に対しては、メガナイト先に出すよりかは、ユニットからのメガナイトで踏む方がいいかなと思います。あれちょっと踏んでもいいんですけど、確実性を求めるなら、防衛ポイズンしちゃうっていうのがね、すごい安牌なのかなと思います。で、ここを、よいしょ、組んでいきますね。片方は防衛ポイズンと、スペルですね。で、片方はこんな感じでユニットでね、守ると、ホバ使った、これ多分ね、グッドゲーム、説が。これ絶対止まんないですよね。プリンセスが出るかもしれないんですけど、出たところでみたいな。この辺のタルババとかでね、はい、地道に。ムートが2個これ横並んでるのあんま見ないんで、違和感があるんですけども、そういったね、小屋デッキでございますと、非常に格上とかに使われたら、本当にね、携帯に投げたくなるような、デッキかもしれないんですけども、皆さんの携帯とかね、本当に高いんで、はい。親御さんがね、多分流行ってくれてると思うんですけど、自分でね、はい、携帯代、払ってるよっていう方は、別に投げまくってもいいと思うんですけど、投げまくってもいいと思うんですけど、もしね、お父さん、母さんがね、お金払ってくれてるっていう場合は、携帯はね、大事に、はい、使いましょう。高いんでね。本当に大事ですからね、と、いうところで、ちょっとね、皆さんもぜひ使ってみてください。個人的にね、メガナイトはね、格上に使われると嫌ですけど、格上に対しても勝ちやすいカードだと思うんですよ。相手がウィザードとかネクロとかで攻めてきた時も、メガナイトで踏んでカウンターにつなげられるっていう部分では、結構ね、個人的に本当に、クラロワ界で格上に勝ちやすいカード、ナンバーワンに本当にね、名乗れるんじゃないかぐらい、結構優秀なね、メガナイトでございます。さあ、よろしくお願いします。とりあえず小屋置いていきますね。で、この小屋デッキが嫌なのが、気持ちラバーが嫌なのと、ラバというかラバル、ラバルが嫌なのと、あとはクエイクとかですかね。
だからファイボとかポイズンとか相手だったら、まあ、どれかが生きるんでいいんですよ。ライトニングとかも、まあ、ライトニング打ったらまたね、お前、え？何個声あんのっていうところで、生きてくるんですけど、で、こういうね、真ん中ベビーとか真ん中スケドラをやられるんですけど、これできるだけ延命した方がいいですね。そう。これほぼ残んなかったですね。延命しとくと、相手はこのね、やりこぶが結構厄介なので、できるだけ延命ですね。まあ、結構 HP が少なくなった小屋は別にする必要がないんですけど、結構ね、HP があるね、小屋は、置いた瞬間の小屋とかは、できるだけ延命した方がいいです。で、このコウモリはマジで特に理由はないんですけど、右サイドに出しました。いや、なんで？俺なんで今右側にオーブン置いてるんだろう。だって左攻めてるんで左でいいんですけど、まあ、まあ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 。右でもいいかな。相手もそれに反して逆来てくれた。で、今回ゴレでしたね。で、またベビーで壊されるんで、後ろいたんですけど、まあ、ここでケツゴレされたらちょっと大変だなと思いつつ、まあ、メガナイト、ムートと、まあ、防衛ポイズンですかね。ダークネクロとかその辺には、やっていければいけるんじゃないかなと思います。さあ、ボムタワー、遅延ゴレかな？遅延ゴレデッキだと思います。まあ、とりあえず、このムートにはもう一枚出さないといけないですね。で、まあ、コウモリ処理する役の、さあ、ここはまあ、勝てない。あ、まあまあ、ムートがね、終わってしまうが、まあまあ、この間に、できるだけ右側を小屋んでダメージを稼げてると、大きいんですが、まあ、そこまで入ってもないですね。さあ、オーブン置いちゃって、いや、これ、うざいですよね。で、ずっと、なんかね、意外と、両サイに置いてもいいかもしれないですよね、なんか。なんとなく。こう、まあ、スペルがない相手というか、相手が相びつとか、なんか、イモリ系のカードがなかったら、結構同サイドにも固めまくってもいいと思うんですけど、なんか後ろからウィズとか出されると結構嫌ですよね。さあ、これはもうゴレを溶かして棒ポイですね、このデッキは。さあ、で、ここちょっと延命したい。防衛ポイズンして、防衛ポイズンとタルババのね、このタルのババでダックネを処理したら、この後生まれるコウモリとかもね、はい、処理できますね、という感じでね。でもこれも一回小屋置いて、小屋置いて、みたいな。これはね、ゴレの基本的には逆サイでいいと思いますね。ゴレと逆サイに置いとくと、このゴレがね、小屋を受けてくれないというか、他に相手にユニットを出させないといけないんでね、ゴレの逆サイに。これだって相手ゴレ組みたいけど、また組んできたんですけど、これだってそう、ベビドラとかなんか出さないと、結構いかれちゃいますからね。で、この逆サイドの位置とかにホバとか出して、いい感じにしようと思ったら、おー、なんか逆にラッキーみたいな。そんな感じですね。ムートが施設にもなってるのはでかい。で、オーブンとゴブガヤは、オーブンが後ろの方がいいと思いますね。今ちょっと前にやっちゃったんですけど、まあ、理由としては、ゴブガヤの方が耐久力が高いので、っていうところですね。耐久力が高いので、なんかゴレとかを守るのに優秀という感じですね。さあ、これはね、一旦組んでもいいと思ったんですけど、めちゃくちゃいいライトニングされる。まあ、だけど、ライト打ったら、ちょっとね、きついんじゃないのというところのホバリング。さあ、タルババを転がして。トルネが来たら、コウモリ追加かな。多分一回トルネが来る。いや、結構コストがないと。いうところで、さあ、グッドゲームでね。本当に小屋ですね。小屋環境です。まあ、僕ね、結構ババ小屋とか、めっちゃ好きな、人種の人なんですよ。そう、ババ小屋とか結構置いときたい人で。まあ、なんですけど、ババ小屋今回下放されて、結構ね、小屋がなかった環境だったんですけども、ちょっとね、ゴブ小屋。ゴブ小屋復活っていうのかわかんないですけど、エレジャイ来たー！これ逆ですね。これすべて逆ですね。じゃないと、この槍ゴブリンとかがエレジャイに当たって、エレジャイで受けられて、全然ね、もう無意味と化しちゃうんですよね。そう。で、なので基本逆で、このムートはわざと、まあ、スペルライトとかだと思うので、撃たれていい位置に出しますね。壊れたら施設になってくれるんでね、ムートって。で、横からこれで殴って、ベビドラを処理できたら熱い処理できない、急いで対応する。エルジャ痛い。さあさあさあ、まあ、そんな感じですね。で、あれはね、ダクプリを受けるためのオーブンでいいかな。ワンチャンライト撃たれるんですけど、さあ、ファイボでしたね。今回、僕の相手は。よくしっと。これはさすがに受けなきゃ応援という感じで、まあ、空だと思うんですよ。ベビとかだと思うんで。陸からのベビかな。
いい感じでコウモリ追加してんだけど、相手がねベビーも多分トレネもあるんで、一回ステイでいいかな。そう、ホバがまあまあ入る。今回ファイボでしたね、相手が。ファイボがいいのか悪いのかって言われると、まあライトニングよりかはなんかね、どれかは絶対生きるから、なんかライトだとワンチャンなんかでワンパンというか、なんかうまい具合に刺さるって。うわー、めっちゃいいエレスピですね。さすがに今の僕がコウモリ出すの読まれてましたね。まあこれがね、辛いところでありますよね、コウモリは。まあなんですけど、ファイボなのでどれかは生きるよねと。いや、ここムート使っちゃおうかな。なんかオーブン地味にうざいじゃないですか。まあなんならこのムートが残るのも多分うざいと思うんですよね。オッケー。こうやって無視したらタワーぶっ壊しちゃいますからね。オッケー。で、オーブン出しちゃって、で、ここでまあ小屋、あ、てかオーブン後ろでよかったですね。さあ、ここでレジェイ出されると、まあちょっとだるい気もするが、まあまあまあ。いや、激アツですよ、激アツ。まあ、メガナイト、ケツから出すよりかは、一回、もう一回小屋を回してもいいかもしれないですよね。なんか気持ち、高回転で回して。まあ、あとムートとかで回してね。よしよしよし。で、棒ポイ、大変だったらというか、まあ、やばかったら棒ポイすればいいと思いますね。やばかったら棒ポイ、さあ棒ポイします。エレジャイさえ溶かしてしまえば、あとポイズンで、相手なんかトルネがやってる。いや、僕これね、右攻めるか左攻めるかすごい悩むラインなんですけど。よいしょ。さあさあさあ。いや、これホバが残ってるんで、これはね、ジャンピングですね。ここはちょっといいんじゃないでしょうか。ホバが残ってる。これ追加チャンス説ありますよね。で、陸一回ぶっ破して、トルネを使ったらコウモリ追加ですね。ビビとかアイビズとか、まあ、こう、なんかコウモリがすぐ溶かされるのが多いんでね。さあ、という風な感じで、相手がファイボだとね、まして、ゴブゴヤ、オーブン、ホバリング、まあ、ムート、まあ、どれかは絶対、まあ、どれか3つは残るんでね。まあ、そういったところで、つまみが出るのがコアデッキですね。なんかね、マジで昔はね、なんかファイポイデッキを使う人とかもいたりとか、まあ、あったんですよ、本当に。とか、まあ、ディガポイ戦術が結構多かったんですよね、昔はそう。まあ、なんですけど、まあ、今だとなんかね、ディガー入ってても、なんかファイボのウォールブレイカーとか、まあ、ディガープラスポイズン、高回転ディガポイデッキっていうものが、なんかね、昔と比べるとめちゃくちゃ減ってるんですよね。なんかもう、メイン戦術というか、まあ、クラロワで、なんかメインで使われる戦術のも一つだったんですけども、まあ、最近本当にないので、ディガーポイズンデッキっていうものがね、あんまり。まあ、ディガーポイウォールブレイカーぐらいはあるんですけど、まあ、それもこう、めっちゃ使われるかって言われると、まあ、そうでもないので、意外とこういう小屋小屋デッキとかもね、はい、すごい強いのかなと思います。まあ、クエイクね。クエイクだけは相手にしちゃあかんって感じなんですけど、まあ、クエイク相手には、おぉ、すごい。すごい、としか言えない、いいスケラが来た。おい、いいザップ。まあまあ、ポイズンで使われましたね。僕今、ファイブだったら終わってましたね。まあ、クエイク相手の立ち回りなんですけど、一生同サイドに小屋を置いていても、そっちだけ削られちゃうんで、相手がクエイクの場合は、基本的には削られてないサイド。に施設置いてクエイク打たれたら今度逆にクエあの施設置いてみたいな、交互に両方削らすイメージですね。で、まあ途中からは最高置かないだとか、まあいろいろあると思うんですけど、そしたらこれ踏んじゃってね。さあ、ザップがあっても、まあなくても耐えれるよと。よいしょ。で、これね、ホバとか追加しちゃったらいいんですよね。こういうのもなんか出てもホバが全部やってくれる。いい。しかも僕多分ね、逆サイ攻めてないんですよ。逆サイ小屋しか置いてないんですけど、多分オーブンとゴブ小屋で追った説がありますね。さあ、相手がね、プリンスと工場とかでめちゃくちゃ攻めてきたんで、それのカウンターでね、一本降りましたよと。で、これはスケラ打てないでしょ。打たれてもコウモリで耐えれそうですね。おっ、キョキョキ。やばくない？小屋だけで相手のタワー2000ぐらい削りましたね。よいしょ。ああ、ムト邪魔だな。お前邪魔だな。まあいいんだけどね、別に。いいんだけどね。まあどうせ小屋壊れるなら、ちょっとオーブンに壊させて。これムートがね。いや、ムートがいい。ムートがいい。邪魔とか言ってごめん、本当に。お前大活躍、さては。ああ、最後までやって。さあ、というわけで、まあここまでくればもうさすがに勝ちましたよね、と。
で、まあこの五分小屋の強みは、こういうプリンス系がね、このデッキきついんですけども、まあ全部五分小屋頼りだなというね、感じです。さあ、どうしようかな、これ。多分一生小屋置いとけば、勝てるんですよ。相手中型スペルが今んとこ見えて、ポイズンか、ポイズンあったっすね。まあポイズンがあるぐらいなんで、まあ、一生小屋置いとけば、小屋が多分溜まっていくんですよね、だんだんと。だんだんと溜まっていくみたいな。これ棒ポイして、あ、これやべえな。この位置の棒ポイされたら、裏の、なんかスケルトンが一体残りそうな。あ、待って、やばい。なんか、急にヌーブ。あ、待って。お？やばい、本当にやばい。冗談抜きでやばい。待って。これされたらあれっすね。僕気づきました。一時交換します。やばい、待って。待って。え？待って、本当にやばい。本当にやばい。ちょっと待って。何遊んでんのって思われるかもしれないんですけど、別に遊んではないんですよね。本当に。事件なんですよ。僕もびっくり。あー、これはさすがに耐えれそう。いや、ファイスピがないっす。これはキングいってる。オッケー。ここはもう端前いっちゃって、まあ、僕が負けるとしたら、真ん中のなんかユニットが急に降ってくるとかなんですけど、ホーバリンググッドゲームと、まあ、いう感じでね、小役ができ、いや、マジでめちゃくちゃ強いと思いますね。ちなみになんかね、トロ展開行ったんですよ、さっき。地味にね、はい、展開行って、しかも五分小屋のね、スケラデッキ、まあ、五分小屋使って展開来ましたんで、ぜひね、皆様五分小屋使ってみてください。というわけでね、終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントどうもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。